新刊、何が何でも長編小説が書きたい、大絶賛発売中、鈴木喜一郎、作家日記。今日のテーマは、好きなものがあるのは宝なのだよ、問題。今日はマシュマロに寄せられたお便りです。<laughs> <laughs> 鈴木先生、こんばんは。はい、こんばんは。 えー、人によってはおはようございます。先日、ヤミスの魅力について質問したホラー好きのものです。早速取り上げていただきありがとうございました。いえ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 。先生が紹介されていた水木ひろみ先生の作品は、 私の思うイヤミスのイメージとは違い、むしろとても面白そうです。書店で探して読んでみます。うん。水木さんは、あの、アベレージヒッターなので、あの、<laughs> こう、えー、白水木と黒水木がいます、いますって本人は言ってらっしゃいますが、えっ、ー、と、明るいものと、その、イヤミス系と二つに分かれているので、<laughs> どっちも面白いですよ。 えー、ぜひぜひ。ところで、ホラーがなぜ面白いのか、私の個人を、私個人の見解を述べさせていただいてもよろしいでしょうか。うん。これは、<coughs> <coughs> この間、ほら、ホラー、ホラー <laughs> いやいや、ダジャレじゃない、ダジャレじゃない。これあの、ホラーって、僕はその、ホラーの線が切れちゃってるので、いや、ホラー で、いや、なんでみんなそんなホラーなんて読むんだろうこれは批判ではなくて、なんでホラー読むのっていう疑問です。ね、うん、うん、まあそれ、なんでホラー読むのよかったら教えてねっていう、まあそんな話でした。ね私が思うホラーの魅力が2つありますふん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 。1つは、鈴木先生のおっしゃっていた通り、 ええ、だと思います。つまり、自分には降りかかってこない恐怖に首を突っ込むのが楽しいのです。<coughs> まあ、あの、現実にそんな、嫌な思いってあんまししたことないんじゃないのホーラーを読む人っていうのは、っていう、そんな話をしたのかなで、何もわざわざそんな、その、怖い思いをしなくたって、 <laughs> 別にさ、こう、財布をパッと開けて中を覗いてみると、財布の中身って怖いよね。何にもなかったり、あるのは診察券だけだったりとかさ。<laughs> いやー、まあそういうことって結構あるので。うん。で、えーね、まあ、まあの、まあそういう思いがないので、 あんまり、あんましないから、じゃまあ、まあ、疑似体験的に怖いものが欲しいんじゃないのなんて話をしましたな。まあ、そ,、うん、その流れで。えー、っと、マシュマロに戻るね、えー。私自身、現実で嫌な思いはしても、怖い思いはしたことがありません。ふんふん霊感はありませんし、 何か事件に巻き込まれた経験もありません。うん。借金取りに怯えているわけでもありません。だから、ホラーという架空の恐怖を見て楽しめるのだと思います。うんだね。まあ、ある程度年食ってくるとさ、怖い思いっていっぱいするからね。まあ、そこら辺はまだ、そこら辺はあの、マシュマロの、この、 お便りをくださった方はまだ甘いぜ、君は。なんてね。えー、っと、マシュマロに戻ろう。もう一つは、はいはい、出しましたか。死にたいという気持ちを創作の世界で消化できることです。ふん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 ホラーの世界には、見たら死ぬ鏡、霊の道、霊道ね。<laughs> 霊,道,霊道、霊の道。持ち主を取り殺す絵など。 ある意味、お手軽で生々しさのない詩の方法がたくさんあります。うん、うん、うん。それらを読んで、ええー、疑似体験するうちに気持ちが癒されることがあります。ええー、と、まあ、まあ、ああ、えっと、うん、こういうのは、その、 まあ一つの現実逃避だよと解説している方がいらっしゃいますというふうです。ねなるほどなと思います。うんと、こう、お手軽で生々しくない死の方法がたくさんある。自分ご自身の死にたいという気持ちをそういう形で解消できるという。ああ、なるほど。なんとなくそう言われるとわかるかも。あの、いわゆる騎士燃料、死にたいっていう、 <laughs> まあそういう思い,思いっていうのは、まあまあ、えあるものなので、で、あのー、リストカット依存の人が、その、こうどうしたらいいっていう時に、いや、もうとにかく、その、リストカットすると気が落ち着くっていうんだけども、まあこれ結構、一つ間違うと危ないので、あの、手首に赤ペンで、 で、印つけるんだよって、そうすると赤、赤いペンで線を引くと、それで落ち着くからっていうことで、そういう話をすると、あじゃあやってみますということで、まあやってみると、あ落ち着きましたとかっていう、まあそんなようなもんだよねっていう、うん、感じかな。こう、いや <laughs>、そんなようなもんかなって何気に言ったけど、これ、この例えの方がわかりにくかったりするよね。 まあ、何気にさらって言っちゃったけどさ、いや、そうだよね、あの、周りにリストカット依存しようって、まあ、あの、いても黙ってるからさ、そういう相談を受けることはあんまないよな。<laughs> ええー、まあ、こう、あの、手軽で安全なしの、うんの、なんていうの、疑似体験っていう、 まあまあそれでホラー読みますよっていう風だったら何かわかるかもねそれで気持ちが癒されるっていうのはとても重要だよねっていうことですまああの何事もやっぱりさこうそう好き嫌いっていうのはあるのでね結構ないですうん この間ね、10年ぶりに Kindle 買い替えたんだよ。まあこれ、あの、どうでもいい話なんだけどさ。えっ、ー、と、Kindle をね、10年ぶりに買い替えたあの。あの、ペーパーホワイトとかっていうそういう言葉がなかった時代に、えー、第2世代、2012年に買ったやつだね。で、その、読みまくってるんだけども、うん、まだ使えるのよ。別にその、 ちゃんと充電できるし、ねちゃんと読めるし。うんただ、こう、ページのめくりがやたらに重いし、レスポンスが鈍いんだよね。で、あんまりもっさりもっさりしてんで、結構、その、読むのにイライラするんだけど、あれ、そういえばこれいつ買ったっけと思って、こう、 チェックしてみたら、2012年製だったので、いや、いくらなんでもやっぱり10年前のものはもう無理だろう。あの、もう、これ諦めて買い替えよう。まだ良さすぎて大丈夫そうな感じはするけどねって思って。んで、まあ、この間、その、父の日セールって言いやつで、タイムセールで値引きになってたやつ、ところで、その、 無印 Kindle の広告なしというやつを買ったのよ。で、やっぱり10年経ってると、そのインターフェースがかなり変わってるのでね。で、ちょっと使い勝手が面食らうまあ、もともと n d l e ってそんなに使い勝手の良い読者端末、読者端末ではないのでね。 ええ、で、ま、操作方法の練習のために、そう、銀デ伝を入れたんだよ。銀河英雄伝説を入れたらさ、俺、しまったなと思ったのはさ、いや、その、動作テストのために読み始めたんだけど、こう、入れ、あの、銀営伝入れて、で、ページめく、めくればいいんだけどさ、面白くてさ、 やっぱりさ、あれは禁断の状だよね。もう、辞められなくて。でさ、また長いんだよ。で、いや、途中で辞められないので、いや、仕事が手につかない。<laughs> バカだよね。ええー。ただまあ、やっぱ、思うのはさ、こう、これはこれでいいかなっていう気がします。やっぱり、あの、 銀栄伝読んだの僕は割と遅かったので30過ぎてから読み始めたのでねで30過ぎてもまだこうやって感動ができるんだっていう,うことは思ううんやっぱあのそうそうそう,そうなんだよえー、やっぱねあの何かに熱中するとか感動することってまあ大事だよねっていう まあその感動したのがあの日々更新していくって大事だけどさ。うん、まああとその感動したことをどうやって人に伝えたいようだろうか。まあこ私のこのこういう思いをね、聞いてよっていうふうに人に伝えるっていうことも重要なんだけど、これを小説という形で表現するのっていうのはまあテク技術やテクニックなんでね。で、まあ やっぱり一番重要なのは感動すること。やっぱりね、あの、小説を読んで感動したことのない人は、こないやつは小説で人を感動させることは不可能なので、やっぱり、えー、小説を読んで感動することって大事です。ね、えちなみにこのマシュマロのお,お便りくださったことほん、ホラーが面白いっていうような話をされてるんだけど、どんなホラーが好きなのかね。 まあ、気が向いたらこんなホラーがおすすめですよ、なんていうことを教えてやってくださいな。この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。 リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、オーリオ新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をステーションにサウンドクラウド、u d Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの ポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで鈴木喜一郎作家に聞き、今日はそんなところで、ではではでは、失礼します。